皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。9月27日、女優、伊藤沙莉が主人公、虎子役を演じた NHK 連続テレビ小説、虎に翼が最終回を迎えた。朝ドラでありながら、女性差別やジェンダー問題、原爆裁判といった重いテーマに真正面から向き合った脚本には、好みが分かれたようだ。1位、22位、一番つまらなかった、朝ドラランキング。 同じ朝ドラでも、各時代やキャラクター、ストーリー展開により、視聴者側の受け入れ方は変わってくる。そこで、本紙は全国の男女500人にアンケート調査を実施、2013年から2024年までに放送された中で、一番つまらなかった朝ドラ作品を選んでもらったところ、以下のような結果となった。第4位、ブギウギ、35票。 戦後の大スター笠置静子をモデルにした今作主人公鈴子を演じた女優趣里の演技が光ったが人間ドラマの描き方には疑問を呈する声も一時はシャープブギウギ反省会のハッシュタグが活性化したこともあった笠置静子さんにあまり親近感が持てなかったしキャストが魅力的でなかった60代女性自営業設定や人間関係が分かりづらかった 30代女性専業主婦内容は素敵だが、演者がひどかった、40代女性、無職。第3位、虎に翼、50票。歴代朝ドラの中でも、相当社会派なテーマを扱っていただけに、朝から重たい気分になりたくない、派には不評だったようだ。空気が重すぎる、30代女性、会社勤務。伊藤沙莉さんは好きだが、なんか役が合わないと感じた、 40代女性無職あまりにも真面目な内容過ぎた30代男性会社勤務第1位「チムどんどん」79票2010年以降の朝ドラでは最低視聴率を叩き出してしまった今作ストーリー展開の強引さが毎週のように指摘され SNS 上では「ハッシュタグチムどんどん反省会」のハッシュタグがたびたびトレンド入りした ヒロイン陽子を演じた黒島結菜も巻き添えに、出演者はいいのに脚本がひどい、途中から見るのをやめた70代女性専業主婦。度天然で自由奔放な陽子の恋愛に共感できず、幼なじみのプロポーズを断り、結婚式で友人代表としてスピーチさせる心境が理解できない。ままた最終話までの人間模様に深みがなく 飽きてしまった60代男性その他黒島結菜の演技が下手セリフの言い方が全部同じで一本調子20代女性学生ニーニーの性格が悪かったシュラさんのパクリ芸人がやるならまだしもハンサムな男優がやる役ではないまた主人公の根拠のない自信が不快だった60代男性派遣社員尻滅裂な脚本で ヒロインに感情移入できなかった沖縄返還要素も少なく薄っぺらい20代男性パート第1位「あまちゃん」79票同時期に集計した一番面白かった朝ドラ作品では圧倒的1位を獲得していた今作がここでもまさかの1位「ジェジェジェ」が流行語になるなどあまりの反響で社会現象にまでなっただけにとりあえず主張した人々も多かったのかもしれない 流行りの女優のごリ押しだと感じた20代男性パートストーリーがありふれていたし自分には合わなかった30代男性パート主演女優の演技が下手だった20代男性パートすごく面白いから見てくれと当時の同級生らに勧められハードルが上がりすぎたのかあまり面白いと感じなかった20代男性会社勤務早くも不安視されている時期朝ドラ おむすびはこのランキングに入らないと良いけれど、どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。